皆さん、おはにちはのこんにちばはなのだ。リズムコミュニケーターでジャズドラマーの森部です。イエイ。私の体の特性、脳卒中による後遺症、右半身麻痺という体を最大限生かした片腕ドラミングの可能性について一緒に皆さんにシェアしてますけど、体の障害はそれによってできないことよりもできることの方に可能性は秘められてます。当然ですけどね、僕はこの片腕でできるっていうことを両腕の人ができないことだと思って、それを特徴としてね、片腕で叩けるっていうことを僕のこの体の特徴としてですね、ドラミングの可能性をいろいろ広げていこうと思ってますので、一緒に練習していきましょうね。体にハンディ、何らかのハンディ持ってる人ね、たくさんいると思います。このドラムだけじゃなくて、何らかの工夫次第で面白いことできると思いますのでね、本当希望を持って前に進んでいきましょう。よし、今日の片腕ドラミングは、もう前回からリズム編になってますけど、今日はね、一番使う頻度の多いと思われる8ビート、日本語では8ビートって言いますけど、英語では8 beats in music、1小節の中に8個音があるリズム、ロックで、イーブンフィールって英語で言うのかな、イーブンフィール、ボサノバとかもそうですけど、多いのはロックですね。ダッダッツ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 ッダッジャーンみたいな、その8ビートのリズム、を今日は片腕でどんな風にやるのか、ベースのパターンは一緒ですね。でスネアの2-4、ロックの場合はバックビートって言いますけどね、ドンダッドッドダッドンダッドッドこれをリズムの基調にして、ハイハットのこの8分音符の刻みね、これをどうするかって言ったら左手でやるしかないですよね。他にもあるのかな、あるかもしれないけどね。で左手で、前回のスイングと同様にいろんなことをやりますね。まずリズムだけね、8ビートのリズムね、8分音符右手で叩くとと同じようにね、ダウンアップ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 です。やってみたいと思います。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4ですね。これを2と4バックビートがスネアを叩きますから、なるんですけど、スネアに来た時こっち音開いちゃいますよね。それで基本練習の時の 2-4 のチックサウンド、これで出せばいいんじゃないですか、とすると1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3ベースのパターンを加えます。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 イエイ。これでリズムの出来上がりですね。これにドラマーがいろんなことを考える要素、ドラマーなりのフィーリングがすごく求められるフィルイン、フィルインをもう左手でやるんですけど、ここにベースとかハイハットとかいろんなフレーズの要素を今までやった、練習で使った16分音符の分解とか、3連符やってないから、でも
16分布の分解と同じです。3連符の3つの音の中に、ね、太鼓とベースとをどう振り分けるかによってバリエーションを作っていきます、ね。ちょっとシンプルなパターンやってみましょう。ワン、ツー、スリー、アンフォバリエーションを使って楽曲の中でちょっとやってみたいと思います。 YouTube 公式音源から。
しみ方でした。次はいよいよ16ビート片腕でできるのか、一緒に楽しんでみたいと思います。森ブーの片腕ドラミング、イエーイ。よかったらチャンネル登録といいねボタン、高評価よろしくお願いします。